釣り村が大好きで、多分ですね、20回以上この2年間で来てると思うんですけれども、で本当にあのいいところでもう何回も来て、今日もですね、バーケーションについて、そんな経験、話ができればなと思ってます。で今日僕は、釣り村2回目になりますけれども、前回、小山にとって非常にすごいところ、素晴らしいところだなと思って、まあ、今回も手を入れて参加させていただいている人でございます。でワーケーションなので、テレワークとどう違うのかなって思いながら、来てるんですけれども、圧倒的に、まあ、働きに行くんですが、やっぱ移動がすごいワクワクしていて、で働きに行くのが楽しみだったし、働くときは集中できたし、両立みたいなことはできると思うんですけれども、そこはやっぱりその人が持ってる仕事の種類だとかっていうものによってだいぶ変わってくるかなと思っていて、まあ、何でもかんでもワーケーションやればハッピーみたいな世界ではない部分もあるかなと。家で仕事してても遠隔で仕事してもあんま変わらないですよね。ただ仕事が終わった後のタイミングで家で晩ご飯食べる、あるいは職場でオフィスが終わった後電車乗って帰るっていうのが、鶴居村だったらサウナに入れると翌日たまたま土曜日でお休みにあの日があるので、仕事が終わった翌日に効率よくなんかあのバケーションができるっていうのはありますね。鶴居のものを我々今飲んでるわけじゃないですか、これここに来てるから普通にみんな飲んでるじゃないですか。こういう体験も重要なんですよね、ここだからの体験。来たんだから鶴居のビール飲もうよって、鶴居のビール飲もうよと、あと鶴居の四角王よ、四角王よとかね、チーズも美味しいし、そうチーズも食べなきゃいけない。言語化難しいですけどね。難しいですけど何かこの感じてることっていうのは写真とかにもならないし、映像とかにもなかなかなりにくい、来なきゃ分かんない良さみたいなのを感じられる場所に行きたいですよね。まあ、誰かを連れてきたくならないですか。毎回思うんですけど、あまりにもなんか そこに感動してしまうと、なんか同じ体験をしてさせてあげたいっていう。ワーケーション先の食べ物、景色みたいなのがありますけども、誰かに会いに行くみたいなのもあるので、釣りの方とも仲いい方がね、そうですね、うん、で地元の人との交流ってやっぱりワーケーションってすごい大事な気がして、めちゃ重要ですね。びっくりしたのが、釧路空港から車で35分40分かけて鶴居村来て、ちゃんとファイバーで Wi-Fi で300メガ400メガつながるのがマナミキャビンだったんで結局何泊したんだって話。ありがとうございました。ありがとうございました。配信終了しました。はい、鶴居村っていうとこ行かないって言ってなんかすごい軽い感じで声かけられたのが最初だったんで、もう3年前ですよ。ですよね、はい。こんなにみんなハマると思う、こんなに来ると思わなかった。いや、その時には釣り丸にこんな回数来ると思ってなかったんで、自分が。ですよね、はい。